こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。シンガポールアマゾンが、まあ、新しく始まってね、シンガポールアマゾン、まあ、チャンスですよという話をしたら、まあ、会員さんから、まあ、アメリカやオーストラリアと比べて、まあ、お国柄というかね、シンガポールってどういうとこでしょうかと、まあ、言ったことあれば教えてくださいということなんで、まあ、2回ほど1999年と2012年、まあ言ってます。あとね、まあシンガポールはまあ法律の上が非常に厳しくて特殊だってことと、まあ金持ちが多い。まあ知ってるお金持ちの人もシンガポールに移住したりしてるということでね、まあ結構、まあ分かってるとか知識はある国なんで、まあ有名な範囲というかね、分かってる範囲でちょっと軽く、シンガポールがどんな国かご紹介したいと思います。まず、シンガポールは世界一物価が高い国と言われています。まあ、これ非常に有利ですよね。やっぱり輸出というのは、ね、物価の低い国から物価の高い国へ持っていくのがやっぱりスムーズで稼ぎやすいと、そういった意味じゃ、まあ、物価の安い日本から持っていく先、まあ、世界中どこでもいいんですけど、中でもシンガポールは理想的な国、世界一物価が高い国と言われています。で、国の特色なんですけど、シンガポールは軽犯罪に厳しい国として知られています。例えばガムをシンガポールに持ち込んだら罰金750万円、ね、10万ドル以下の罰金。これね、桁間違えてるわけじゃなくて、なんとガムを持ち込んだ罰金最高750万円と、恐ろしいですね。それからタバコのポイ捨ても罰金、缶やボトルを捨てたら、ね、罰金だけじゃ済まなくて裁判所に呼ばれて、まあ、罰を与えられると。で、主にね、私はポイ捨てをしましたと書かれたラベルを体に貼り付けられて、掃除をする罰を課せられます。また、電車やバスなどの公共交通機関内や駅構内での飲食は罰金。ね、公共トイレの水を流さないと罰金。トイレの水を流さなくても罰金です。それから、横断歩道を渡らないと罰金。さて、同性愛禁止、ね、同性愛が認められているオーストラリアと反対で、同性愛は、刑務所食いです。それからマリファナ持っていたら死刑、ね、これもすごいですよね。日本よりさらに厳しいと、ね、誰かがパンツの中にマリファナ入れたんだとかいうのは多分通じない、もう死刑です。まあ、死刑あるいは無期懲役なんですけど、まあ、マリファナにすごい厳しい国として知られています。まあ、そんなこんなでね、明るい北朝鮮というね、別名もあります。まあ、北朝鮮並みに、厳しい運営をされていると、まあ、ただ明るく、ね、経済に、邁進していると。まあ、これらの特色ね、まあ、オーストラリア、アメリカとどう違うんですかってことですけど、ほぼこの、物価が世界一高いと言われているのは、ね、オーストラリアと一緒ですけど、あとこの軽犯罪に厳しい国というのはね、オーストラリア、アメリカと正反対ですね。これ今書いたこの全部のね、罰金になるものや死刑になるもの、オーストラリアと全く問題ないと、ね、オーストラリアに至ってはさらに同性愛禁止というかね、同性愛に、緩やかな、ね、非常に進んだ国として知られてますけど、もうマレーシアだったら、マレーシアまあそうですけど、シンガポールだったらとんでもないと、ね、でマリファナ、アメリカやオーストラリアでマリファナ持っててもなんちゅうことないですけど、シンガポールだと死刑になる可能性が高いというような違いがあります。まあ、まさに所変われば品変わる、まさにこのことです。で、まあ、直接ね、今のこのシンガポールの特色というのは、物価が高い以外はアマゾンには関係ないんですけど、まあ、アマゾンをやるに非常に、いい理想的な国であると。で、やっぱり輸出、私たちが輸出するにあたってはね、必需品を売って利益を稼ぐというのはなかなか厳しいんで、基本的には贅沢品、趣味のもの、くだらないものを売ります。そうするとね、財布がでかくないといけない、財布の紐が緩くないといけない、ね、そんなこんなで考えるとやっぱ成長している国っていうのが一番、まあ、オーストラリアもだから稼ぎやすいんですけど、シンガポールもすごい成長っぷりです。1999年から2019年の20年間に、GDP が 2.37 倍に成長してます。ちなみにね、この GDP、日本の場合は、この20年間でほぼ成長してないです。横ばいです。シンガポールは 2.37 倍になってます。
で主要産業、それほど主要な産業ないんで、金融立国、ね、自由貿易港というふうに言われてます。で、国の大きさそのものは小さい、23区より大きい、大きさの面積に564万人が、暮らしていると。で、人口少ないですけど、阿武隈に持った人はたくさんいますんで、実際くだらないもの、ね、それから贅沢品なんかの、売りやすさ、ね、買う人の多さなんかで言うと、おそらく日本より、たくさんいます。たくさん売れます。eBay なんかでね、販売した時に結構シンガポールの人が買うっていう例多かったです。やっぱりね、インターネットショッピング好きな人が多い。まあそれもこれも成長してるし、1人当たりの、財布がでかいと。まあ、ちなみにこれね、平均、購買力平均ランキングというのがありまして、GDP を、ね、人口で割ったものです。ね、GDP ってのはね、国内総生産ですから人口が多きゃ数字がでかくなりますけど、人口が多くて一人一人がね、金持ってないんだったら、GDP は大きいけど物は売れないということになります。まあそれで考えると、非常にいい国がシンガポール。アジアで一番この、GDP が大きいのはマカオですけど、まあ、マカオってのはね、もうカジノがあって特殊な場所で人口も少ないんで、まあ、あんまり、このインターネットショッピングとか、インターネットで物を売るという意味においては、関係ない国です。で、実質、一番理想的な、攻略したいところがシンガポール。まあ、だからアマゾンも進出したということでしょうね。でちなみに、次に、高いのがブルネイ、ね。ブルネイは世界一金持ちの国と言われている国です。でそれから、次が香港。アジアだと香港。ね、で、まあ、先行して、アマゾンを、おすすめしているオーストラリア。オーストラリアは、オセアニアで一番高いと。一番この GDP が高い国です。で日本全然出てこないですけどね。日本はもう29位です。そういった意味では、ね、日本からシンガポールへの輸出は、まあ、非常に稼ぐチャンスに、満ち溢れているというような、ことです。で不動産高い、ね。マンション価格125平米で2億6000万円ぐらい。ね、でカローラが1000万円、ね、で特色としてあとキャピタルゲインが非課税、投資で儲けている人は、税金、投資で儲けた分には税金払わなくていいと。で世界中の共通事項として株で儲ける人が多いと消費が増えます。シンガポールはね、非常に消費が盛んな国として知られています。インターネットで買い物する人の割合が高く、インターネットで買い物する総額も大きいと。始まったばかりのシンガポールアマゾンは、今が参入のチャンスです。早く始めるとどれだけ有利か。ね、これオーストラリアアマゾンの例で言いますと、例えば今ね、去年オーストラリアアマゾンを始めた人で今結構苦労してるのが、この FBA の大きさが限られてるんでね、在庫がまあ300個しか入れられないというのがあります。これに結構引っかかってる人が多いです。ところが2019年に始めた人だとほぼ、ね、何もやってなくてももともとこの在庫制限が1500個あります、ね、片や、ね結構いろんなもの売ってても300個の制限がなかなか外れない。どうやるとアップするんでしょうかという質問結構いただいてるんですけど、これ結構ね、頑張って売れない商品をどんどん、削除というか破棄したりね、値下げして売り切って売れる商品をどんどん回転させないとこの在庫なかなか増えないです。在庫リミット。ところが早く始めてる人は単純に、2018年のうちに始めてたというだけで、初めからこれ1500個の、在庫制限、1500個あればね、まず100万円の売り上げを上げて30万円の利益を得るぐらいだったらリミットに引っかかることはまず滅多にないです。だからね、もう楽々在庫リミット増やそうなんていうのを努力せずに、まあ普通に早く始めたおかげで在庫制限に余裕がある。それからね、2018年のうちに始めた人からはね、ほとんどこの出品許可の申請の方法についての質問がないんでね、出せちゃってるんですね。2019年始めた人には出品許可が必要でも、2018年に始めた人の場合は出品許可がいらずに出せているということなんでね、
いつも言ってるアマゾン、オーストラリアが始まった時にも何度も言ったことですけど、アマゾンは一人ゲーム、早く始めるのが有利。これはね、カートを取るっていうね、その見えないアルゴリズム上有利というだけではなく、この在庫制限とか出品許可がいるかいらないかとかいう点でもね、早く始めた方が有利なんで、シンガポールアマゾン、まあ始まったばかりの今の段階でね、始まりましたという情報をつかめてるわけですから、ぜひ口座作って始めることをお勧めします。今年いっぱいは FBA のね、月額基本料もかかりません。で、手数料も低いんでね、まあ口座作ってぜひ始めてみてください。またね、どっか登録の仕方わからないとか、セラーアカウント登録の仕方を割とね、シンガポールややこしかったです。登録の仕方わからないとかね、何か納品方法で質問がありますとか、あるいは確認これでいいでしょうかというのがあったらね、またお気軽にどしどし、ご質問ください。まあ、シンガポールについてはなかなかね、魅力的な市場なんで、引き続き、質問に応じて、あるいは自分が気づいたことあったらね、どんどんまた解説記事や、動画なんかを作ってきます。またご報告ご質問お待ちしてます。アマゾン支持サポーター堀秀夫でした。